エンタメ情報サイトオフィス内規をご覧の皆さん、千里です。7月3日に新曲花ロックを発売させていただきまして、この北海道にも足しげと通わせてもらっております。今回の花ロックは2017年から花演歌あなたの女ですと第3打目の曲になりまして、岡千明先生作曲のお祭りをテーマにした一曲です。北海道はお祭りがたくさんあるそうですが、わっしょい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 と元気のいいおみこしの威勢のいい感じの曲をいただきまして、ますます北海道にどんどん来なくちゃいけないなと思っております。千葉県出身の千里です。2010年にデビューして、気がつけばもう2019年2020年に差し掛かろうとしてるわけですが、来年2020年度は私にとって10周年の年となります。ぜひ10周年の際には北海道でも何かイベントがしたいと思っておりますので、そのイベント開催に向けて北海道にもたくさん通っております。ジンギスカンや札幌ビール、その他にトウモロコシとか美味しいものがたくさんある北海道が大好きな千里です。これからもぜひですね、またどこかでお会いしましたら、ちーちゃんって声かけていただければ、はーいとですね元気に飛んでいきますので、ぜひ見かけたら声をかけてください。またレギュラー番組 CS 歌謡ポップスチャンネル、CS 歌謡ポップスチャンネルで千里のミュージックエッセンスパート2という番組を毎週火曜日の朝6時から放送しております。ぜひそちらの方もチェックしていただいて、テレビでもお会いできればと思います。さあ、それでは千里で花ロック、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。